いい年になりますように心から記念を申し上げます。まあ、天気西洋なれど何たかしと行きたいわけですが、天気西洋がないとあれ好天の日が続くのじゃないかなこのように思っておるわけでありまして、こういった厳しい好天の日が続くときはやはり原理原則を大事にすると、こういうことであろうと思います。これはあらゆる組織、団体、政党も今年は課題の現状が問われる年になったこのように思っております。こういう厳しい時には原理原則に立って決して助け手ではあるような妥協あるいは打算的なそういう決着をしてはならんと、こういうことであろうかと思います。それだけに肝に銘じて頑張っていきたいと思います。日本公認会計士協会におきましても今年は大きな2つの課題があると聞いております。一つは税理士法改正の問題、もう一つはいわゆる保険組合の問題、こういうのがあるわけでありますが、こういった問題に対しましてやはり組織として自己主張するということが大事だと思います。自己主張のないところには改革は決してありません。主張してこそ初めて改革があるわけでありますが、堂々と主張してほしいと思いますし、また我々理念として日本公認会計士協会に求めるものは最高の理想、高い志、最高の理想、その形姿を皆さんに追い求めているということも忘れないでほしいと、このように思っています。私も理念といたしましても、日本公認会計士協会先生方とよく連携をし、できる限りの支援ご協力をさせていただきたいなと思います。結びとしてこの1年間の山崎会長をはじめ執行部の皆さん、そして日本公認会計士協会にある会員の祖先生方のいよいよのご活躍、心から記念を申し上げましてご挨拶をいたします。今年も